本日ご紹介するのは佐野日奈子さんです。高校生の時に美容室のサロンモデルや読者モデルを経験し、2012年11月に写真集晴れのちツインテールの表紙に掲載され、放課後ツインテールでモデルを務めました。第37回ホリプロスカウトキャラバン2012のファイナリストに選出され、グランプリは逃しますがホリプロに所属することとなりました。2013年3月多摩大学目黒高等学校を卒業し、事務所から大学にも行けと言われたこともあって大学へ進学します。2013年7月13日発売号週刊ヤングマガジンのグラビアでデビューを果たします。2014年8月ビビの専属ビューティーミューズになります。趣味は美容、ゲーム、中国語、麻雀で、特技は料理、なぞなぞ、ピアノです。好きな男性のタイプは優しい人で、好きな食べ物は焼肉です。得意な科目は国語、苦手な科目は英語と体育、書道は8段です。かつては苦手な食べ物をカレーとしていましたが、2021年の週刊プレイボーイでのインタビューではとっくに克服して自分で作ったりもするくらい好きと述べました。尊敬する人は事務所の先輩である小島瑠璃子さん。ニックネームの一つ佐野日奈は小島のニックネーム小じるりにあやかって付けられたものです。初めて買った CD は東京事変のアルバム教育、よく聴いていたアーティストは宇多田ヒカルです。高校時代は軽音楽部に所属しており、バンドでの担当はピアノでした。東京事変の影響からキーボードが好きだったとのことです。ディズニー好きで好きなキャラクターはリトルグリーンメン、パレードの時で好きなのはミニーマウス。バラエティ番組で自らのグラビアが男性の一人エッチのおかずにされると嬉しいと発言するなど、グラビア活動にはこだわりを見せており、女優転向後も青年誌の表紙を飾るなどのグラビア活動を続けています。そんな佐野日奈子さんをみんなで応援してください。